鎌マ伊勢大宮宮は、千葉県朝日市が鎌州にある神社。旧社格は豪社。祭神は、天寺大神である。漢文11年伊勢内空、荒木田官主、梅谷左近太陽長獣の創建であり、その後梅谷家が宮寺を務め、元宮寺は12代目となる。漢文年間に、伊勢桑の藩士、辻内行部左衛門の塔によって、椿の海の干拓が始められ、 時の不審奉行九州小品守は、梅谷長重に依頼し、伊勢神宮に大技の完成を祈った。長重の祈祷御用約太平洋に通じる疎水が開き、干潟となった椿の海の神殿開発が進められた。こうして、椿の海の干拓の大技がなされたことから、現在地に社殿を建立、干潟八万国の総鎮守とした。教法二十年には、 伊勢神宮の将区、浦田小左衛門を招き、内宮と同様に増大し、内宮神明を称したが、伊勢神宮の方で問題となり、社殿を破却。現在の社殿はその後建て替えられたものである。昭和3年号社に列した。3月27日28日の例祭に、境内の神楽殿で奉納される、鎌数の神楽は、昭和40年に、 千葉県の無形民俗文化財に指定された。宝暦六年から続く、猿田彦、うずめ、おかめ、たじからおの命、やわた、孔人、酒木場、田の神、ご職人、趣旨巻、タイズリ、出雲切りの演目からなる、下草十二坂倉である。また、閉塞の舞、奥義の舞、というう五舞も奉納される。ありがとうございます。